藤井聡太五冠勝てば、タイトル防衛にっ手、栄養戦第2局始まる。2022年5月15日、将棋の8大タイトルの一つ、栄養戦は第2局が名古屋市で始まりました。藤井聡太五冠が連勝して、防衛に王手をかけるか、初のタイトル戦に挑む、出口若部六段が一勝を返すか注目されます。栄養戦第2局は、名古屋市のホテルが会場で、 対局室には挑戦者の出口六段が先に入り、その後藤井五冠が盤の前に座りました。午前9時、対局開始が告げられ、先手の出口六段が飛車先の歩をつくと、後手の藤井五冠はお茶を一口含んだ後、同じく飛車先の歩をついて応じました。藤井五冠は昨年度、最年少記録を次々に更新し、 今年2月の王将戦で史上初となる10代での五冠を達成するなどの活躍を見せ、今回の栄養戦は今年度初の防衛戦です。対する出口六段は兵庫県明石市の出身で2019年にプロ棋士になり、今回が初めてのタイトル戦です。栄養戦は五番勝負で先月行われた第一局は藤井五冠が勝っています。 藤井五冠が連勝して、防衛に王手をかけるか、出口六段がタイトル戦初勝利を飾るのか、勝敗は15日午後に決まる見込みです。藤井聡太明王の連勝か、出口若部六段の初勝利か、注目の第2局始まる将棋、A 王戦五番勝負。 将棋の藤井聡太明郎、竜王、王位、王将、棋聖19は5月15日、A 王戦5番勝負第2局で、出口若部六段27と午前9時に対局を開始した。今局の舞台は、藤井明王のホームの地、愛知県名古屋市の名古屋東急ホテル。一気に2連勝で連覇に近づくか、出口六段がタイトル戦初白星を挙げて、 対戦成績をタイに持ち込むか、注目の一局となる、中継 A o 戦五番勝負第二局藤井聡太明王対出口若部六段。爽やかな緑色を基調とした和服姿の藤井明王は午前8時47分頃に対局場に入室。関係者に一礼し、キリリと引き締まった表情で着座した、挑戦者の出口六段は、紺色ベースの和服を着用。 対局開始20分前と、早めについて、身支度を整え、目を閉じて、集中力を高めていた。藤井明王は、2016年10月に、4段デビュー。第34期竜王、1組以上、1期で、順位戦 A 級、A 級、1期。タイトルは、通算7期で、現在最多の5冠保持者。棋戦優勝は5回。 デビューから5期連続で年度勝率8割を超え、通算の勝率でも8338を誇る、将棋大賞でも2年連続で最優秀騎士賞に選ばれるなど、令和将棋界のトップに君臨する天才騎士だ。出口6段は2019年4月に4段昇段、竜王戦6組、順位戦 C 級1組、 通算勝率7割近い期待の若手で、元は振り飛車党だったが、現在は慰飛車党に。藤井明王とは、まだ出口六段が、奨励会三段の頃に、新人王戦三番勝負で、初対戦。この時は2連敗し、後にプロ入り後も負けが続いたが、2020年3月の起用戦予選で、初勝利を挙げている。 昨年4月に北村慶華女流初段26と結婚を発表した。第1局は振り駒の結果、藤井明王の先手番でスタート。戦型は相掛か,かりとなった。研究合戦の出出しから互いに考慮時間をたっぷり投入。先に膠着状態から抜け出したのは藤井明王だった。はっきりとリードを奪ってからは持ち前の終盤力を活かして、 確実に勝利を収め、安倍まで解説を務めていた、広瀬昭人八段35からも差し回しがパーフェクトと商用していた。藤井聡太五冠が栄養戦第2局の前日見分、後輩出口若部六段と本年度初の地元名古屋で対局。 将棋の藤井聡太明郎、竜王王位王将棋聖19が出口若部六段、27の挑戦を受ける、第7期 A 王位戦五番勝負第2局、主催藤谷日本将棋連盟が15日、名古屋市名古屋東急ホテルで行われる。写真21年9月、ペコちゃんのぬいぐるみを抱く藤井聡太明を藤井が一気に2連勝で連覇へ王手をかけるか、 タイトル戦初登場となる出口が初白星を挙げ、対戦成績をタイに持ち込むか、注目の一戦となる。両者は14日、対局会場での前日見分を行った。第1局を持ち前の終盤力で制した藤井は、今回は後手番となり、本年度初の地元名古屋での対局となる。出口の方が藤井よりも約2年半。 プロ入りが遅く、藤井がタイトル戦で対局する初の後輩騎士になる。将棋の藤井聡太五冠地元名古屋で行われる栄養戦第二局勝負の行方とともに注目されるおやつのスイーツは、対局の行方とともにおやつのスイーツにも注目が、4月28日、東京神田明神で開幕した栄養戦五番勝負。 アキラ王のタイトル初防衛をかけて臨んだ藤井聡太五冠は挑戦者の出口若部六段を下し白星スタートを決めました。写真を見る将棋の藤井聡太五冠地元名古屋で行われる栄養戦第2局勝負の行方とともに注目されるおやつのスイーツは15日に行われる第2局の舞台は藤井五冠の地元愛知の名古屋東急ホテルです。 今回も注目されるのが勝負飯とおやつ。栄養泉のスイーツはスポンサーの藤屋が提供しています。藤屋に来店した客。今度は何を食べるのでしょうね。楽しみです。コロコロ芝ちゃん、藤井聡太五冠がおやつで食べたお菓子。去年の栄養泉では藤井五冠が注文したコロコロ芝ちゃんが大反響を呼びました。西洋菓子の藤屋、名古屋、栄三越店従業員。 とても人気です。一年経った今でも問い合わせがあります。13日もコロコロばちゃんを大量購入するお客さんも、15日、藤井五冠は何を注文するのでしょうか。今、全国の富士屋で人気のスイーツはこちら。まずは、プレミアムショートケーキ、国産いちご。口どけの良いクリームと国産イチゴを2段サンドした贅沢なオリジナルショートケーキです。 続いてはプレミアムチョコ製ケーキ。ココアスポンジにチョコクリームとビターな味わいのチョコガナッシュを重ねたワンランク上のチョコレートケーキです。この他にプレミアム製ミルキーやプレミアムミルキーバターサンドもあります。地元で行われるタイトル戦に売り場の人も西洋菓子の富士屋名古屋栄三越店従業員栄養戦第二局は地元で行われるのでとても楽しみにしている。 15日、藤井五冠は何を注文するのか勝てば大手がかかる対局の行方とともに注目です。